日本鹿児島県市菊池木野市明穂野町明穂野町は、鹿児島県市菊市木野市の町、旧区木野市、明穂野町。郵便番号は896-0001。人口は301人、世帯数は118世帯。明穂野町の周囲は、北に東園田、西に春日町や桜町、南に高県町や肘町、東に浜家町と、それぞれ隣り合う。 明けぼの町という町名の由来は、角川日本地名大辞典によれば、市街地の東北隅に位置しておりほのぼのと夜明けを告げる、意にちなむ。1954年に、串木野市大畑加盟の内畑下にた、上かにた、出口、下鎌塚、横手の全域と、南園田、東園田、長い尻、羽尾、砂取り、青木口の各一部より、串木野市の町。 明けぼの町が設置された。1988年5月13日には、大和坂名のうち、東園田、下、カニタ、ガニタの各一部を明けぼの町に編入、明けぼの町45番地の2をカスガ町に編入し、明けぼの町60番地、61番地、62番地の1が東園田町に編入された。2005年10月11日には、 くしきの氏が、日置郡一木町と新設合併し一木区市木野の氏が、設置された。新設合併の際の合併協定書では新たに、設置される一木区市木野の氏の町名、あざ名について、くしきのし、いちの町、字の区域及び名称については、現行の通りとする、と協定された。このことにより、町名の変更は行われず、一木区市木野の氏の町となった。 2011年10月11日には、町名統制理事業により大技加盟の一部が、明けぼの町に編入された。以下の表は、国勢調査による、小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。バス路線は、 町内の串木の駅から行き行きバスの全路線と岩崎バスネットワークの一部の路線がそれぞれ発着している。ありがとうございます。